埼玉県大宮の鈴木歯科医院です。メール相談でですね、虫歯の治療と歯周病の治療なんですけども、どっちが先ですかとか、あとは逆に、ずっと長く、歯周病治療が続いていて虫歯の治療をしてくれないというか、まあ虫歯の治療がいつまで経っても始まらない、まあ、こんな、メールが時々来ます。これはですね、予防歯科にものすごく力を入れてる、歯周病の予防歯科に、もう気合が入ってる歯科医院っていうのももちろんあります。で、唾液検査をするとか、細菌の培養をしてお口の中の、ばい菌を検査しますとか、ものすごくこう気合が入ってる。で、もちろんプラークコントロールが重要で、歯周病に対してこうすごくこう、まあ歯磨き指導とかですね、でそういうのが全部整って、やっとこう口腔内のプラークが全部除去されて歯茎がきれいになって、それからやっと1ヶ月2ヶ月して虫歯の治療がやっと受けられる、そんな院ももちろんあります。たくさんあるわけではないんですけども、そういう考えを持って予防歯科でうちはやるんです。こういうコンセプトでやって、これに賛同していただく患者さんがうちに来てくださいというようなスタイルの、もちろん、そういう院もあります。うちは別にそういう院ではないですけども、普通に虫歯をやってくれって言われたら、もちろん歯が痛いんだから虫歯治療を最初にしてあげてですね、でもちろん一緒に歯のお掃除も今日取ってほしいって言ったらもちろん取りますし、あまりに急患で今日はとにかくこう歯が腫れたと、歯茎が腫れて、その薬が欲しいって言ったらもちろんそうやってこうその患者さんが望む治療をまずはして、そして次回ついでに、他にも虫歯があればもちろん虫歯の治療もした方がいいだろうし、歯石がまだ残ってればもちろん歯石を取って、治療をすべきだし、虫歯が先やらなきゃいけないんだとか、全ての虫歯が治療してから歯周病治療ですとか、歯周病治療が全部、プラークコントロールもできてもう歯磨きも合格、歯石もなし、全て大丈夫なんで、じゃあ先生どうぞって言って、やっと虫歯の治療が始まったのが1ヶ月後2ヶ月後っていう、まあそれもそれでちょっと極端なんですが、まあ院によっていろいろなんで何とも言えないですけどもね、たまたま、行った院がそういう方針の院だったんだなっていうのが確かにありますね。まあ歯医者さんたくさんありますんで、もうすぐ近くの歯医者さん行ったら全然やり方が違かったりもします。最初にカウンセリングがあって、もう自費の説明から何から、自費ばっかり勧められるとかいろいろありますけども、まあいろいろです。まあその院によってこう治療方針、治療の順序、いろいろ違うんですね。特に今はもう分かれてますから、まあもちろんその前にですね、インターネットとかスマホでですね、検索して治療方針、見るっていうのもありだし、問い合わせするのもありだと思います。そうすればもう、間違うというかね、自分とはちょっと合ってないなというような歯科医院にはまることはないんじゃないかなとは思います。で、逆にですね、逆に私は予防歯科で、そういうのを望んで、治療したいんだっていう患者さんだって全然いらっしゃるんですね。だからその人その人に合った、治療の仕方に合った院に、行けばいいのかなと思います。あとは逆にもう本格的に、歯周病を治したいんだ、他のこう専門でやってほしいんだったら、大学病院の歯科附属病院、東京医科歯科大学歯科附属病院とか日本大学
歯科附属病院とかですね、そういうのがお茶の水にありますんで、そういうところの専門家を受けるっていうのも、一つの手だと思います。まあそういう感じですね。